はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロードオリックス純正編です。え、今日でログインが、1671日目ですね。はい、現在2024年7月5日の16時27分なんですけども、今回ね、まずはお知らせの方からご覧いただきたいなと思うんですけども、まずはこうですね、マンスリー感謝祭10年プレゼンスカウト、この後やりたいなと思います。はい、ぜひオリックスの選手ね、出てほしいですね。はい、阪神はね、阪神の選手出ましたんでね、オリックスの選手ぜひ出てほしいなと思ってます。はい、で、選手追加で S ランクショート、 A ランク先発ということで、オリックスは紅林選手ですね。はい、紅林選手来てます。で、 A ランクは山下俊平太選手来てますね。はい、で、再任も来て、再任はオリックスいませんでしたよね、侍ね、2013はね、確かいないですね。はい、で、イベントがプロスパークということで、この助っ人外国人のところでね、トーマス選手、来てます。はい、トーマス選手ね、ちょっとね、能力の方も後で見たいんですけども、まあ結構意外な人選かなと思うんですけどもね。はい、まずは紅林選手とトーマス選手のその能力見たいなと思うんですけども、紅林選手ですね。はい、守備がショート D、 弾道高弾道ミート70、パワー72、走力70ということで、僕はこれですね、これ持ってます。はい、これ持ってて、もちろん未だにね、オーダーに入っているんですけどもね、まあ、ぜひそうですね、ミキサーとかでね、来てくれればなと思ってます。ミート結構上がりましたね、67から70まで上がってますね。はい、そういう感じですね。はい、で、助っ人がトーマス選手ということでね。はい、僕ちょっとね、知らないですよね知らない選手なんですけど、 SP ノード選手だったらかなとも思ってたんですけども、トーマス選手でしたね。はい、守備がライト C、 弾道中弾道ミート58、パワー71、走力75ということで、まあ、走力型ということでね、僕のオーダー的にはね、ちょっと走力型はちょっとありがたいかなと思ってます。はい、走力型のちょっとコンボも出てますんでね。はい、まあ一応そうですね、今回、覚醒なんでね、覚醒で十分オーダーにも入れるかなと思いますんで、はい、まあ、きっちりプロスパークの方をね、やりたいなと思ってます。はい、トーマス選手でしたね。はい、はい、それではね、最後にこちらですね、マンスリー感謝祭10連プレゼントスカウト、これやりたいなと思います。はい、ぜひオリックスの選手ね、もう誰でもいいんでね、もう何でもいいんで、オリックスの選手来てほしいなと思います。 S ランクね。はい、それでは行きたいなと思います。マンスリー感謝祭10連プレゼントスカウト、オリックス来い、来てくれ。さあ、どうでしょう。お、阪神はね、一応ね、来ましたからね、阪神自チームね、こちらでも来てほしいなと思います。さあ、どう。お、虹や、さあ、どう、来い、カメラ来い、カメラ、カメラないか、まあまあまあ確定外でじゃんじゃん来てほしい。んー、なんもないかな、いや、なんもないな、確定だけ。おー、来てるよ。はい、A ランク来ましたね。はい、則本選手、楽天ですね。はい、確定外で A ランク1枚来ました。最後 S ランク来ます。オリックス、お願いします、来い。うん、ソン・チャーホー選手、はい、楽天ですね、これまたね。はいオリックスこずということで、まあ残念ですね。はい、まあまあまあしゃあないですね。はい、うん、残念。一応確定外で A ランク1枚、則本選手来ましたね。はい、ソン・チャーホー選手でしたね、残念。はい、まあいいです。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。プロスパークの方もね、1週間のイベントなんでね、トーマス選手ですか。はい、まあ一応ね、覚醒させてね、極めにできればすればね、オーダーの方にも、コンボ崩さず入れますんでね、まあそうですね、きっちり、まあ、自然回復でできると思いますんでね、頑張ってやっていきたいなと思ってます。ちょっと森尾ジュネの方ね、オリックスの選手は出ませんでしたけどね、まあ残念かなと、まあ、確定外で1枚 A ランク出たのはちょっと救いかなと思います。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。